今回は、中国とロシアがヤバすぎ、という話をします。正確に言うと、今の中国とロシアを見ていると、権威主義国家の致命的な欠陥が、ありありと見て取れます。権威主義とは、非民主主義の総称で、近隣だと北朝鮮や中国、ロシアなどが権威主義国家に該当します。日本は民主主義ですが、権威主義国家に囲まれているわけですね。先日上海で暴動のような抗議活動が発生し、検閲が追いつかずに、ネット上に動画が流出する。という騒ぎがありました。中国共産党は以前から掲げていた、ゼロコロナ政策を推進しています。しかしゼロコロナ政策は、思うように効果が上がらないばかりか、市民の権利を著しく制限するため、上海であのような抗議活動が起きています。ではなぜ中国共産党は、どう見ても結果が出ていない、ゼロコロナ政策にこだわり続けるのでしょうか。それは簡単に言ってしまうと、中国は民主主義ではなく、権威主義国家だからです。民主主義国家における政治の目標は、できるだけ多くの国民の、生活上の幸福を追求することです。しかし中国のような権威主義国家の場合は違います。多数の国民の幸福よりもどうしても現体制の維持が優先されます。確かに中国のゼロコロナ政策は最初の方はうまくいっていました。このような状況では民主主義よりも権威主義の方が感染症を抑え込めるというのが中国の主張でした。確かに権威主義国家は強権を発動できるので短期的にはそれでうまくいく場合もあります。しかし長期的に見ると失敗する場合も多く、今回のケースはまさにそうです。マスクもろくにしていないガバガバな国でもそこそこの被害に抑えられていることからも、中国の政策が失敗なのは明らかでしょう。ゼロコロナ政策では、変異株に対応することができません。しかしそれでも方針を変えないのは、それが中国の指導部の意思だからです。事実上の中国共産党直属のメディアである、新華社によると、習近平が自ら命令を発し、人員などの配置を直接決める形で、コロナ政策に関わっているとのことです。中国国内でゼロコロナ政策に異を唱えることは、すなわち習近平に異を唱えることと、同じようなものです。もし仮に異を唱えようものなら、出世に悪影響が出る可能性が高いです。そのため政治家は保身と出世のために、ゼロコロナ政策を支持するしかありません。中国ではコロナ政策において、多くの国民の幸福を追求することよりも、習近平や指導部のメンツが優先されているのです。本当にしょうもないです。例えば同じ権威主義国家の、ロシアにしてもそうですよね。戦争を長く続けると制裁でどんどん国が疲弊し、国民がじわじわと苦しめられます。そもそもウクライナ取ってどうするの、という話ですし、明らかに国益を損なう戦争であり、多数の国民の幸福の追求から、かけ離れたことをしています。プーチン個人のメンツを守るため、そして戦争に敗北すると、プーチン自身も立場が危うくなるので、彼の保身のために続けられている戦争でもあります。北朝鮮にしてもそうですよね。この時代に誰も攻めてこないのに、なぜか核兵器を自前で開発して、経済制裁を受けて異常な貧困国になっています。国民が食べるものにも困っている中、将軍様は毎日豪遊してブクブク太り、作る必要のない核ミサイルを開発しています。このように権威主義国家は、本当にクソなのは明らかです。また権威主義は国民を不幸にするだけでなく、周囲の国も不幸にする可能性があります。民主主義と権威主義では、権威主義の方が戦争を起こす確率が高いです。例えば今のロシアがそうですよね。しかし厄介なことに、日本の周りにある3つの権威主義国家、北朝鮮、ロシア、中国は、いずれも核兵器を保有しています。なので侵略して潰すということは難しいです。国内でクーデターが起きて、現政権が倒れることに期待するしかありません。まあ今更な話ではあるんですけど、最近の情勢を見ていると、権威主義の欠陥がよくわかると思います。最後までご視聴ありがとうございました。